こんな感じで結構色を塗った時の混ざり方とかすごい綺麗なんであるよ。これも下に白が敷いてある場合、サイの水彩筆とほぼ同じ挙動をするというのが分かったであろうか。色の濃淡が出ているのが分かるであろうか。これを使うことで短時間で筆のタッチを生かしたり、テクスチャーの効いた質感の。我は最果ての魔王ディープブリザードである。今回はペイントツールサイで使っている筆のブラシとほぼ同じように描くことができると SNS で話題になったブラシを実際に使い、そしてそれを使ったイラストメイキングの講座を取り行うと思うのであるぞ。とは言ったものの、実は我はもともと Mac の環境でずっと絵を描いていたもので、サイというものは魔王仲間のところで2度3度軽く触った程度でしか使ったことがないのである。しかし多くのサイユーザーの方がサイのブラシの使い勝手の良さ、描き心地の滑らかさ、そこから離れられず、クリップスタジオに興味はあるけれども実際に移行することはできないといった方が非常に多いというのが我の周りで見聞きする感想なのである。そのぐらいブラシの魅力があるというのであれば、ちょっと軽く触ってみようかのうと思うので、まずはちょっとサイを触ってみようと思うのである。というわけで、こちらがサイの水彩筆を使って色を塗ってみたテストのものである。確かに皆がこれを気に入っているというのがわかるほど、滑らかだったり色の混ざりが綺麗だったりと、この使い勝手に慣れているものがクリップスタジオに移行するのはなかなか難しいという気持ちも正直すごくわかったのである。そう、ただ冒頭で話した通り、このサイの筆の塗りの質感というものを近づけて出しているブラシというのはこれまでたくさんあったであるし、魔王のブラシの紹介の中で何度か紹介してきたものがある。特に最近使ってきたブラシでおすすめしているのがこちらにある楽厚塗りブラシである。これは本当に魔王も長く使っていて、実際にこうやって比較してみてどんなんだろうって思ったのは初めてであったんだけれども、その中でもこの楽厚塗りブラシというのは非常に優れているブラシだと我は思っておって、じゃあちょっと色を塗ってみようであるな。こんな感じで結構色を塗った時の混ざり方とかすごい綺麗なんであるよ。これもこんな感じで、これまで紹介してきた中で一番塗り心地が近いなと思ったのはこの楽厚塗りブラシであるな。この楽厚塗りブラシ、水彩筆や筆ツールと似た質感で描くことができる。色の混ざり方や馴染み方なども非常に自然で、魔王が厚塗りだったりグリザイユだったり GTC 塗りだったりと様々な場面で最近よく使っているのがこちらである。ただ今回割と SNS で発表されてからすごい話題になって、そんなにかってなったブラシがあったんだけれども、それがこちら、サイから引き継いだブラシである。一部音声に乱れがあるかもしれないが、これは表記されているブラシ名を正式に言うために処理させていただいておるのでご了承いただければと思うんだけれども、このサイから引き継いだブラシ、非常にこの長年サイを使ってこられた方がカスタムしたブラシで、書き心地などがすごく似ていますということで話題になって、実際すごいダウンロード数であったりとか使い勝手がいいという評判を SNS 上で聞いておるのである。ではちょっと早速試してみようと思うのであるぞ。こんな感じで塗れたのである。確かに水彩筆や筆の塗りの馴染みの感じ非常に似ているなと思ったであるし、塗った時の滑らかさとか軽やかさ、これはちょっと体験してもらわないとわからないところではあるんだけれども、
非常にこう、サイで描いている感覚に近い塗り心地は、まさにこのサイから引き継いだブラシからは感じるものがあったのであった。ただ、見てもらったらわかる通り、下の一本の線で強弱をつけて描いた場合、全くもってこう色の濃淡が出ていないではないかという方がいるかもしれないが、これはレイヤーが色の塗っていない面に色を置いた際になる現象なのである。まあ、なのでこのように白を塗った上で筆を置いてみた時にどうなるかというのを改めて見せてみようと思うのである。この通り下に白が敷いてある場合、サイの水彩筆とほぼ同じ挙動をするというのが分かったであろうか。まあ、なので単色でベタッと塗った時にはフラットな色が乗り、そして色を混ぜる時には強弱で透明度やブラシのサイズが変わるという、まさにサイのブラシの挙動と同じことができるようになるというわけである。いや、これはマジで使い勝手がいいなというか、これまで使っていた楽厚塗りブラシとこのサイから引き継いだブラシ、両方を使いこなすことで、よりサイで描いていた時の感覚に近いもの、もしくはそれ以上の使いやすさを体験できる時代についになったのではと思ったのである。なので、これまでサイで絵を描いていて、クリップスタジオに移りたいけど、サイと同じブラシがないからなとか、サイと同じ描き心地のブラシがあったら移行するのになと悩まれておる方は、ぜひ使ってみてほしいと断言できるほどに良いブラシであるし、楽厚塗りブラシ、サイから引き継いだブラシはどちらとも無料で使えるブラシなので、ぜひとも使ってみてほしいのであるぞ。では次に、実際にこのサイから引き継いだブラシを使ったイラストのメイキングを行っていこうと思うのであるぞ。では実際にサイから引き継いだブラシを使ってイラストを描いていく工程をやっていこうと思うのであるぞ。まずは大まかにちょっとラフを描いていこうと思うのである。ラフは、魔王鉛筆を使って描いていこうと思うのであるぞ。ではラフが完成したので、これから清書作業を行っていこうと思うのであるぞ。清書作業からはサイから引き継いだブラシを使って作業を行っていこうと思うのである。水彩塗りや厚塗りをする際には、この魔王鉛筆のようなテクスチャーの効いたブラシではなく、厚塗りしやすい滑らかな線画を使うとより馴染むので、サイから引き継いだブラシで清書していこうと思うのである。清書用のレイヤーを用意して、これで清書を行っていこう。では線画の清書ができたので、これから着色に入っていこうと思うのであるぞ。まずはキャラクターの色を塗る範囲を自動選択ツールなどを使って選択していこう。キャラクターの色を置かない場所というのを選択していこう。わかりやすく色で表示するとこんな感じで緑色の部分を選択したことになるのである。そして選択範囲の反転を選択して、新規ラスターレイヤーを用意して、単色でまずは塗りつぶそう。これでキャラクターの色を塗る範囲ができ、透明ピクセルのロックをかければ色を塗った範囲から色がはみ出さなくなる。これを使うことでキャラクターにだけ色を置くということが簡単にできるようになったのである。このあたりの工程の詳しい方法は初めてのクリスタという動画のシリーズで解説をしておるので、よければそちらの再生リストをチェックしてもらえると嬉しいのであるぞ。ではまずこのベタ塗りをしたレイヤーにキャラクターのベースとなる色を置いていこう。キャラクターの色の下塗りができたら、これをベースにしながら陰影付けを行っていこうと思うのである。タッチのある水彩塗りや厚塗りをする際、パーツごとに陰影のレイヤーは分けていた方が後々描きやすかったりもするので、今回はその手法でやっていこうと思うのである。まずは下塗りをしたレイヤーを選択している状態で、
レイヤーの上部にある参照レイヤーに設定にチェックを入れよう。この状態で新規レイヤーを作成し、クリッピングをかけておく。そしてこの状態で選択範囲から色域選択を選び、複数参照にチェックを入れ、そして選択項目は参照レイヤーにしておこう。これで下塗りをしているレイヤーの色ごとを選択範囲として取り扱うことができるようになるのである。色の許容範囲はだいたい2から5程度にしておき、選択タイプは選択に追加もしくは新規に選択を選んでおけばよいであろう。この状態で肌の部分をクリックすると、肌の部分が選択されたのが分かったであろうか。この状態で OK を押し、この通り肌の部分に選択範囲が作られていることを確認したら、レイヤーの合成モードを上山に変更し、サイから引き継いだブラシを選択して影色を選択し、ブラシで色を置いていこう。今この状態では透明のレイヤーに色を置いている状態なので、かなりはっきりと色を置いている、テクスチャーの効いていない状態だというのがわかるであろうか。ここで上山レイヤーを使う意味というのが出てくるのであるが、まずは真っ白で塗りつぶそう。レイヤーを通常モードにすると、この通り肌の部分に真っ白に色が塗られているのがわかるであろうか。真っ白に色が塗られていることが確認できたら、選択を解除し、レイヤーの透明ピクセルをロック、レイヤーの合成モードを上山に変更しよう。この状態でもう一度サイから引き継いだブラシを使って色を塗ってみると、この通り筆圧で色の濃淡が出ているのがわかるであろうか。これを使うことで短時間で筆のタッチを生かしたり、テクスチャーの効いた質感の色塗りを行うことができるのであるぞ。濃く塗りすぎた部分などは白色を選択して削るようにすれば、綺麗に削ることもできるのである。ではこれを使って各パーツごとに色を塗っていこうと思うのであるぞ。というわけで完成したイラストがこちらである。塗りにかかった時間はおよそ30分弱程度であろうか。本当に短時間で置きたいところに色が置けて、滑らかに色が伸び、そして色が混ざり合うということを非常に簡単に行うことができたので、このサイから引き継いだブラシ、色塗りでもともとサイを使っていた方、もしくはサイのような筆の質感が欲しい方にはとてもおすすめであるぞ。ブラシの詳細やダウンロードリンクなどについては動画の概要欄に記載しているので、そちらからダウンロードしてもらえればなと思うのであるぞ。ではでは、なのである。動画のご視聴誠にありがとうなのであった。よければチャンネル登録、高評価、そして SNS のフォローなどよろしくお願いいたすのであるぞ。